物事を解決する、こういう問題できましたと嘘をついて、いや大丈夫大丈夫ですね、雨漏れ大丈夫ですね、足ではなんかわけわかんないうちに雨漏れ治る、いやとんでもないよ、雨降るとまだ雨漏れになるよ、今日は雨漏れないから、多分はどこか前に窓からどこか横に入っても雨漏れじゃないから、雨降らなければ雨漏れ大丈夫じゃないから、これは逃げてる人間 90% みんな逃げたい、人間が強いものじゃない、人間弱いもの、我慢できないもの、欲にも我慢できない、何にも我慢できないね、睡眠とか欲はもう我慢できない、ね、食べるものも我慢できない、食欲も我慢できない、性欲もっと我慢できない、それ皆さんみんな逃げるんですよ。で逃げるでもいいよ、平安に逃げてる構わないから、しかし真実解決道しかないから、もし逃げてままでよければ、あなたは一般の地に人間にとっては、ね、60、70、80歳くらいもうボケになって終わりから90歳で死んじゃう、もし真実自分に対して真実気がつくことあればなったら僕に来る、僕にここに来てるしかない。先生、あなたのことは疲れたら嘘人生しなくてもいい、ここに来ても皆さん僕にマスク外していいよ、先生の場所に来るから、ここに来ればマスク外してもいい、どうぞ話してください、 何でもいいから話して、私は解決します、それは解決方法ね。じゃあなんで先生解決できるの、いや先生は僕は、ね、大勢前に話していることで皆さんの中のその YouTube の中にね、一人一人が言ったんですよ、あなた先生先生自分先生言わないでくださいと言ったけどね、この人に今もしもし見たら僕返事するからね、私は自分先生言うことに対して自分の弟子自分に対して分かりやすいのために言ってるの、ね、あなたは僕も会ったことない、あるいは何もことと思わない、自分先生ことを言ったことは先生言わないでくださいから、あなたはその言う権利もない、なぜならば関係ないからさ、私は言いやすいことを言うことに、ここに YouTube を見ることを勉強のために気持ちに来るから、勉強のために文句すると気持ちを持った瞬間にこの僕の YouTube を見ない方がいいよ、勉強はパイプなの、流れで来るの、ちょっと嫌と思った瞬間にね、違うじゃないと思った瞬間に私は言ったことは何も意味がない、勉強ことに対してはもうゲームだから、騙すあとか何があるか素直に聞くの、全部聞いて後で判断すればいいの、覚えてくださいね。だからこそは僕さっき言った時に、世の中の真実ことに対してどういう時に真実、どういう時に嘘ことに対してはこれすごく大事、大勢で人間うまくいかない、真実と嘘はね混ぜてて混ぜることをうまくに解決できない、自分の健康体制真実覚えてくださいね、自分の欲に対して真実、絶対それで世界に仕事とかルールとかいろんなことに対していろんな友達会うとかいろんなこと話すことをして、それはね真実言ったらダメだよ、真実言ったら罪ですよ、ね、自分の子供に全部真実言ったら子供離れていく、うまくいかない、子供にね、子供まだ大人になる前にいっぱい嘘を作ったら、サンタさんいるよ、これでいいですね、ああそうだ、間違えても、あそうなんですね、これ考え方が多分は大丈夫と思います、将来変わるかもしれないけど、まあとりあえず今で自分やりたいことやっていきましょうと、子供にね、親に愛はね言わずに、間違いことを行うこと許すこと、親で愛なの、間違いことを許せなければ世界と正当なの、子供を世界に疲れて家に帰って間違いことをやって、たまに例えばよ、自分の息子を家に帰ってずっと朝寝坊してることに対して、やっぱり子供外出たら疲れたからよ、寝坊すること仕方ない、言うてあげるけど寝坊よくないこと言う、しかし最後までよ、やっぱりまあとりあえず時来くれると君分かるから、その親ということはいわゆる子供間違いことに対して許すことに対して一番の愛なの、これは親、子供もし真実で何でも言ってしまうことがあれば、子供とあなたは一緒に会わなくなるよ。